最近いろんな褒めに会いました。オリとかにも会いましたね。なんかオリがマリンに会って土下座してました。はぁーっつって土下座してました。土下座崇拝されてるなって感じがしました。コボにもあった。そうコボにもあったの。コボにもちょコボの話って面言でしかしてないかなと思うんでちょっと話そうかなと思うんですけど、コボちゃんに会いまして、いやもう本当にね、本当になんか今まで会った誰よりもやんちゃなガキでした。本当にガキだった。いやマジでガキでした。本当にガキでした。うん、なんか船長があどうもマリンですって言ったらね、あーってあーって言われてなったらアホーイみたいななんか言ってて、なんかめっちゃ船長のおっぱい見てたんです。めっちゃ見てたの。じーっとめちゃくちゃ、目をまん丸にして、おっぱいを見てて、船長刺した、触りたいんだなと思って、手を握って、マリンの胸に、コボちゃんの手を当ててあげたんで、触りたいんだろうなと思って、はい、どうぞつって。もうマジで気配りができる女すぎて、そしたら、うわーって、で、なんか、ボイスって言って、なんか、ボイスの収録、なんかツイッターのボイス録音し始めてきて、その後はね、一緒に歌とか歌おうね、みたいな話をして終わりました。マリンもね、おっぱいを触られたからにはね、こちらも、おっぱいを触るという権利が発生しているので、こちらもね、おっぱい触らせてもらいました。コボのおっぱい。ちいちゃな、ちいちゃなおっぱい、触らせていただきました。自分でさ、触りさ、だって見て、違うの、見てたんすよ。めちゃめちゃ触りたそうだったから、触りたいのかなと思って、触らせてあげたんじゃん。マジで。いや、言えないのかなって思ったから、言いづらいのかなって、なんか、ノエちゃんとかもね。でもさ、ノエルはさ、触っていいよって言ってくんないから、もう勝手に触るの。何も言ってくれないから、勝手に触る。こうやって、キュッ。